はい、どうもアクアショップゆうです。今週も、魚と、水草の入荷がありましたので動画で説明します。ではまずは魚からいきましょうかね。はい、こちらいっぱい泳いでるやつ、これはなんとワイルドのブルーグラミーですね。なかなかワイルドのブルーグラミーは見ないんじゃないかなと思います。いいですね、状態もいいです。で割と手頃な値段で販売しますので、こちらはアピストのインカですね。前回ちょっと売れてしまったのでもう一回取りました。あれどこ行った、メスちょっと見えないかな。オスはこんな感じですね。ピストです。魚はこれだけですね。で、うちで人気の流木付きのミクロソリウム、こちらウィンディローブです。結構ね、端から端までしっかりびっしりとついてますね。これ結構お買い得です。こちらもですね、ウィンディローブ結構バラバラで買うよりはこちらボリュームありますので、こちらもですね。でこちらが、流木付きのミクロスリムのプテロプスですね。プテロプスもこれはいつも人気ですね。あ、こっちのウィンディローブはうちは初めて取りました。こっちはたまにちょこちょこ取ってるやつです。結構丈夫で誰でも育てやすい、もう置くだけでも育成できます。枯れた葉っぱは根元から落としていけばですね、大元の株さえ残っていればいくらでも生えてきますのでおすすめです。金魚にも水草、レイアウトとかですね、どの魚にも合いますね。これはプレコだったらボロボロにすると思いますけど、プレコとか以外だったら全然どの水槽でもいけちゃいます。こんな、こちらは5個入ってますね。こんな感じです。そして久しぶりにそろそろ時期ではありますね。こちらがホテイソウです。メダカの時期外で買ったりとかしますね。定番の浮き草ですね。浮き草ですね。こんな、もうプリプリの状態ですね。根っこもしっかりついてます。で、あとは水草類ですね。これ僕のエキノドロスの中で結構好きな方のレッドダイヤモンドです。トロピカシャさんのやつですね。あとはもうこういうアヌビアスナンナ、あ、ナナじゃねえか、アヌビアス系統と、こちらロタラですね。こちら小分けにしてちょっと鉛巻きとしてですね、このままだとちょっと高いので、小分けにして、お手頃な価格で売れるようにしますので、これだけです今回ですね。おすすめとしてはこの流木付きの水草と、あとはブルーグラミンのワイルドです。こっちはなかなか手に入らないのでね、お買い求めください。お値段も手頃で出します。で、アピストもですね特価で出しますので、ぜひご来店ください。ではお待ちしております。